2011年にデビューした A-Pink。 清純派アイドルとして韓国でトップを独走する彼女たちの日本ファーストショーケースに行った人も行けなかった人もハンラブで彼女たちの魅力に触れちゃいましょう。ハンラブ A-Pink の皆さんです。こんにちは、 A-Pink です。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで今日はですね、ゲームです。ということで A-Pink のみんなには2組に分かれてゲーム対決をしていただきます。チーム分けは魅力チームチョロ、ナムジュ、ハヨンの魅力チームとヤマボミ、ナウ、ウンチのヤマチームです。それでは最初の対決はチームワークが大事、メンバーの心を読んでポーズを揃えましょゲームです。やったことあります？はい、ハンボヘボンチョギ。このゲームでは全員が同じポーズを作れたら5ポイント獲得となります。さあ、それでは早速始めてまいりたいと思います。魅力チームのテーマですが、テーマは悲しみのポーズ。やり始めますよ。スープンポーズですよ。スープンポーズいきます。ではカウントダウンします。ハナ、トゥー、チョロンとナムジュはほとんど一緒のポーズでしたが、ハヨンがちょっとダンディーに悲しみを表現してしまったため全員一緒ならず。しかし2人同じポーズでしたので2ポイント獲得。では参りましょう。山チームのお題は喜びのポーズです。嬉しいポーズです。さあ、考えましたか？山チーム大丈夫ですか？山チームじゃあ行きますよ。行きます。ハナ、トゥー、セヤマチーム、もう一度お願いします。ボミがダブルピースで喜びを表現するも全員一緒ならず。はい、では参りましょう。魅力チームのテーマは超辛いチゲを食べた瞬間。スプーン、そこから来て食べた瞬間。いきますよ、いきますよ。ハナ、トゥルー、セッ。一見全員一緒のようですが、ヤマチームが何やら激しく抗議しております。それではリプレイで振り返ってみましょう。あれ、ナムジュだけ舌が出ていますね。果たしてフリア審判員の判定は、はい、5ポイント。山チームはどうも今の判定に納得がいかないようですが、ここで選手交代。山チームのテーマは可愛くごめんねポーズ。なんと山チーム、勝負前にどさくさに紛れてさりげなくではなく結構大胆にポーズを浸透させています。さあ、それでは参りましょう。いきます。ハナ、トゥー、魅力チームの猛抗議にウンジが先ほどの舌が出ていたことを引き合いに出し猛反撃。PD に今は何ですか？5ポイントゲット。ヤマチームも全員一致で5ポイント獲得。ということでポーズを揃えましょゲームは両チーム7ポイントで引き分け。では次の勝負に行ってみましょう。続いてはメンバーの心を読んでイラストで答えましょゲーム。出されたお題の絵を描き同じ絵を描けたらポイント獲得となります。ではまずはヤマチームから。ペットといえば何でしょうか？レディーゴー。さあ1分間です。さあ、ペットといえば何でしょうか？あ、いいあ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。5、4、3、2、1、終了。はい、終わりです。はい、終わりです。では山チーム、せーの、どうぞ。ボミさんはクモみたい。ボミさん、パンダ。ボミさん、エピンクのファンの、は
名前がピンクパンダです。はい。ね、はい。パンダ。ね。はい。さあ、そして他のメンバー見てみましょう。これは、うんじさんは犬ですね。ということで、2ポイントゲットでーす。おみさん。では、魅力チームのテーマを発表いたします。魅力チームのテーマは、日本の食べ物といえば、レディー、ゴー！高いです。はぁ、すいません。安いです、安いです。安いです。はい。安い、何でしょう、安いというのは。安い。はい。牛丼でしょうか。ナムジュが発した安い日本の食べ物とは一体何でしょうか。食べ物といえば、ゴー、4、3、2、1、終了。はい、そこまで。さあ、それでは魅力チーム、魅力チーム、せーの、どうぞ。おー、山チーム超盛り上がってます。たこ焼きですね。トロンさんがカレーうどん、ね、美味しい美味しい大きいカレーうどんで、ナッチさんが寿司ということで誰一人会っていません。ゼロポイント。魅力チームポイント獲得ならず。続いて2回戦の山チームのお題はデートスポットといえばです。3人が出した答えは山。見事一緒の回答で5ポイント獲得。これで合計7ポイントとなりました。ちなみにこの時点で魅力チームの負けが決定してしまったんですが、お、今いいニュースが入ってきました、はい、もし全員揃ったら10ポイントだそうですよ。古谷さん大爆笑ですが、うんじさんの反応は正しい反応です。乗り物といえば、さあ何でしょうか。魅力チームはもう後がありません。何としても3人一緒の答えを導き出してください。残念ですね。さあ大丈夫ですか。これは作戦。作戦。さあ10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、そこまでです。さあ、魅力チーム、乗り物といえば、では見せてください。ポイズシプショー、どうぞどうぞ。チョロンが嘆いたナムジュの答えとは、果たして逆転できるのか。3、2、1、終了。はい、そこまでです。さあ、魅力チーム、乗り物といえば、では見せてください。ポイズシプショー、どうぞ。ナムジュ驚愕のイラストとは。ちなみに2人の答えは自動車で見事一緒。これでナムジュが揃えば大逆転で魅力チームの勝利となるのですが、クロマ。ちょっと長い。ちょっとチョロンが苦しい言い訳で粘りますが、これで勝負あり。イラスト対決を制したのはヤバチームでした。ということで次回ご褒美が待っていますよ。何を食べたいですか。もう一つ。海産物ですか。海産物しゃぶしゃぶ。海産物しゃぶしゃぶ。海産物そぼぎしゃぶしゃぶ。海産物牛肉しゃぶしゃぶというですね、全部ごちゃ混ぜみたくなりましたけれども、ということでおめでとうございます。はい、山チーム優勝となりました。では最後に挨拶しましょうか。いきますよ、せーの、パンダー。